ユニオン駅は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ノーサンプトン、プレザントストリート172ある駅、全米各地を結ぶ、旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。旧コネチカットリバー鉄道の駅舎1880年代、旧ニューヘイブン、ノーサンプトン鉄道の駅舎1880年代ユニオン駅1900年代、アムトラックバーモンター号は2014年12月29日に、 ノーサンプトンが停車駅となった。駅は一時的な木製のプラットフォームで仮設され、後でコンクリートプラットフォームに作り替えられる。ユニオン駅の駅舎は1960年代から旅客サービスに利用されておらず、現在は商業施設が入居している。アムトラックの全国ネットワークへのノーサンプトンの停車駅追加は、スプリングフィールドとバーモント州との宗教のちょうど、 南に位置するイーストノースフィールドの間の約79キロの間コネチカットガーと並行しているマサチューセッツ州内のコネチカットリバー線の路線改良によって可能となった。かつてアムトラックのワシントンとモントリオール間を運行していたモントリオーラー号は1972年から1987年の間にこの路線で運行されていたが、後に 軌道条件が悪化したため、東を通る路線に変更された。その時、ノーザンプトンを経由しなくなり、アマーストが停車駅に追加された。コネチカットリバー線の路線改良工事は、連邦鉄道局の高速都市間、旅客鉄道プログラムの補助金、約7300万ドル、週の資金で4000万ドルで可能となった。2014年の版が、 マサチューセッツ州は道路線を購入する意向を発表した。工事は枕木の交換、より滑らかな乗り心地のためのロングレールの絵のさらがえ、レールの通り修正、信号及び通信システムとスイッチの改善が施行された。州、自治体、アムトラックはこの事業によりバーモンター号全体の所要時間が約25分短縮される車の停止性が 向上すると考えている。アムトラックの停車する列車は下記の通り、当駅から乗車できるバスは以下の通り。ありがとうございます。